峠の手まり唄山本周五郎櫓峠は七曲がり谷間七つは底知れず峰の茶屋まで霧が巻くうっとりするような美しい声がどこからか聞こえてくる 夜は塔に明けているが、両方から切り立った峰の迫っているこの山海は、まだかすかに朝の光が動き始めたばかりで、底知れぬ谷間から湧き上がる土色の濃い霧は、霧岸の肌を濡らし、高い檜の葉やカラマツの小枝に玉を連ね、渦巻き、漂いつつ峠道の上まで生い登っては流れてゆく。 ここはではの国、もがみの氷からおがの氷へ抜ける裏山道のうち、最も険しいと言われるやぐ峠である。菅原家の山々が北に走っていくつかに分かれ、その渓谷が深く切り込んだところに、お物川の上流が白いしぶきを上げている。峠道はその渓流に沿って、切り岸の上を曲がり曲がり、 南北にはしっているのだが七匹「霧の中を歌声が近づいてきたと思うとやがて院内の方から旅人を乗せた馬の口を取って十四五になる孫が登ってきた。 ゴロキチ孫と呼ばれて、この裏山道では名物のように言われている少年である。これこれ、孫さん。馬上の旅人は歌の区切りを待って。今歌ったのは、新城あたりの武家屋敷で手まり歌によく聞いたものだが、このあたりでは孫たに歌うのかと話しかけた。 五ロ吉チは端はこそうな目を振り向けながら。おっしゃる通り、これは手まり歌ですよ、お客さん。峠の茶店のおゆきさんがいつも歌っているんで、おいらもいつか覚えてしまったんだよ。そうだろう。どうも孫歌にしては少し変だと思ったよ。けれど、それにしても、こんな山奥の峠茶屋で、 武家屋敷の手まり唄を聴くというのは何か訳がありそうだな。そりゃあ訳があるさ。五郎吉は一つ頷いていった。その茶店のおゆきさんの家は元新庄の財で古くからある大きな豪子だったんだ。旦那は伝道九右衛門といって新庄のお殿様から槍を頂戴したくらい威勢のある人だったよ。 ほう。それが、どうしてまた、峠茶屋などへ出るようになったのだね。九右衛門の旦那には、おゆきさんの他に、その兄さんで、孔太郎という後取りがいたんでさ。ところが今から五年前、その孔太郎さんが十八の年に、菅川だへ獅子打ちに出たまま、行方知れずになってしまったんです。谷川へ落ちて死んだとも言うし、 江戸へ登って老人隊に加わったとも言うし、本当のことは誰にも分からずじまいでしたが、旦那はそれからすっかり世の中が嫌になったと言って、屋敷や電池を手放した上、おゆきさんと二人でこの峰の峠茶屋を始めたというわけですよ。だが、おいらが思うには、と、五郎吉は話を続けた。 旦那がこの茶屋を始めたのは、行方知れずになった高太郎さんを探すためじゃないかと思うんだ。上り下りの旅人の中にもしや高太郎さんがイヤーしないかってね。そうかもしれないな馬上の旅人は幾度もうなずいた。いや、本当にそうかもしれない。 何にしてもお気の毒な話だ。私もそこで茶を呼ばれていくとしようか。そら、もうあそこへ見えてますよ。霧が薄れて、峰の間から朝日の光が眩しいばかりに差し付ける峠道の頂上。霧岸の方に五六本のくぬぎ林があって、その中に一軒の茶店が立っていた。 五六吉が馬を引いて近寄りながら、おゆきさん、お客様だよ。と言うと、十五六になる美しい娘が走り出てきて、お疲れでございましょう。どうぞおやすみなさいまし。五郎さん、ご苦労様ね。と、愛想よく招き入れた。逆しげな目をした色白の少女で、 いかにも由緒ある豪士の末らしく、貧しげな姿こそしているが、見ごなし、格好には、争えぬ気品が備わっていた。今日はいいお日よりでございます。よく晴れたね。ご道中も、これならお楽でございましょう。ただいまお茶を入れまする。五郎さん、遠くまで音もかえ。 娘はまめまめしく、ちゃがまの前で働きながら、少年の方へ笑顔を向けた。ああ、岩崎までお送り申すんだよ。おや、そう。では、湯沢を通ったら、帰りにまた、吹き餅を買ってきておくれな。父様の好物が切れて困っていたところなの。いいとも、買ってきてあげるよ。この時、 茶店の裏を澄んだ声で叫びながら一羽の鳥が飛び過ぎた旅人が親という目つきで振り返ると娘は茶を運んできながら「ホトトギスでございます」と言った五郎吉の引いた馬が峠を降りて見えなくなるまで見送っていたお雪は おゆき、おゆきと呼ぶ声に気づいて、はい、ただいま。慌てて茶碗を手にしながら中へ入った。奥は二間の、粗末ながら掃除の行き届いた居間で、父の九右衛門は床の上に半身を起こし、五番を脇へ置いて一人石を並べていたが、 娘が来ると、あらぬ方を見ながら。今のお客は上りかな。い,いえ、岩崎へお下りですって。三十くらいのオワキンロ風の方でしたわ。そうか。それより、ねえ、父様。寂しげな父の横顔を見て、 おゆきはわざと元気な声を上げながら。今、五郎さんに頼みましたから、今夜は気きもちが召し上がれますわよ。そう言って、店先へ出て行った。兄の行方が知れなくなって五年。ここへ来てからすでに三年。口では諦めたと言いながら、やっぱり父も兄の帰りを待っているのだ。 そう思うと、おゆきの胸は悲しさに締め付けられるようだった。九右衛門は、初めから光太郎は菅川岳の谷へ落ちて死んだものと決めていた。そして現に探しに行った人たちは、谷川の底に沈んでいた光太郎の鉄砲を見つけて帰ったのである。同時にまた一方では、 実は江戸へ登って老人隊に加わったのだという妙な噂もあった。けれどおゆきは両方とも信じなかった。山に慣れた兄が菅原けなどで過ちをするはずはない。兄は生きている。きっと生きているのだ。それも噂のように江戸で老人隊に加わっているのではなく、本当は 京へ登って、金納党の人々と一緒に働いているに違いない。お雪は固くそう信じていた。兄は、日頃から王政復活ということを口にしていた。新城藩は砂漠派の勢力が強かったから、友達にも父にも漏らしはしなかったが、お雪にはよく話した。 お前にはまだわかるまいが、と、兄は幼いお雪に言った。日本は今、危ない瀬戸際にいるのだぞ。色い々ろいろ悪い企みを持った外国人が四方八方から日本を狙っているのだ。しかも、徳川幕府にはこれを防ぐ力がない。ただ一つの方法は、天使様をいただいて、 日本中の人間が一つになり、力を合わせてこれにあたる他はないんだ。日本中が一つになるんだ。幕府も大名もない。全部の日本人が天使様をいただいて一つになり、力を合わせてお国を守るんだ。表を正していった兄の火のような動きが、 今でもおゆきの耳にありありと残っている。兄が行方知れずになった時、おゆきはまだ十歳でしかなかったが、お兄様は死んだのではない、今へいらっしゃったのだとすぐに思った。そして九右衛門も、口では諦めながら、心ではやっぱり生きていることを信じているのであろう。ことにこの頃では、 通りかかる旅人があるたびに、弱くなった老いの目を光らせながら、それとなく見送っているのであった。お気の毒な父様。おゆきはそっとつぶやいた。おゆきにはわかっている。兄は戻りはしないのだ。王政復活のために命を投げ出した兄だ。 新しい日本が出来上がるまでは帰るはずはない。けれど、それを言ったら、父はどんなに落胆するであろう。おかわいそうな父様。お雪がもう一度そうつぶやいた時である。新庄の方から、凄まじい蹄めの音が聞こえてきたと思うと、馬を煽って二人の武士が店先へ現れた。 馬上の一人が手綱を絞りながら、これ、娘と呼びかけた。今朝この道を武士が一人通りはしなかったかあの、お侍様いや、姿は変えているかもしれぬ。見慣れぬ男が通ったか、どうだ今仕方、一人。と、お雪は軒先へ出て、 ゴロキチマゴのまで、オワキンド風の方が岩崎へお下りなされました。まだ杉坂までは行くまいと存じます。それだと、連れの者が叫んだ。遅れてはならぬ、お、心得た二人は馬首を巡らせると、鞭をあげてまっしぐらに峠を下っていた。 日はすでに高く上がって、深い谷底を流れる渓流の音が霧岸に反響しながら爽やかに聞こえてくる。森から森へ鳴き移るホトトギスの声は、それでなくてさえ寂しい山中の静けさを一層物わびしくするばかりであった。何かあったのかしら駆け去った二木の跡を見送って、お雪は妙な胸騒ぎを感じた。 おゆき、今のはなんだ新城のお侍さんらしい方たちよ。たすきがけで汗止めをして、袴の桃立ちをとっていました。誰かを追いかけて。おゆきはぴたりと黙った。道を隔てた目の前の雑木林の斜面から、旅自宅をした一人の武士がずるずると滑り降りてきたのだ。あ 驚いておゆきが奥へ入ろうとすると、その武士はダットのように逃げ込んできて、お願いです。こ、これを。と、いきなり持っているものをおゆきの手に押し付けた。これをお預かりください。命に代えても守るべき大切な品ですが、前後を追っ手に囲まれて絶対絶命です。決して怪しいものではありませんから、どうかお預かりください。 傘をかぶっているのでよくわからないが、まだ年若な武士である。衣服は無残に引き裂け、肩から土を浴びている。必死の小姉に胸を打たれて、おゆきは思わずその品を受け取った。それは、螺鈿じらしの立派な不箱であった。かたじけない。若い武士は傘へ手をかけて、 七章をかけて御恩は忘れません。もしまた明朝までに拙者が参らなかったら、湯沢の柏屋と申す宿に起きた異兵という、あっ若い武士は身を翻して、追っ手が参ったお願い申すぞ言いざま道へ走り出た。今、若い武士が滑り降りてきた斜面から、四五人の追っ手の武士が現れたのである。 おゆきは見るより早く、茶釜と並んでいる殻の甘酒釜の中へ、その不箱を入れて蓋をした。若い武士は、湯沢の方へつぶてのように走っていったが、追っ手はすぐに追いついたらしい。えいやあという激しい気合が聞こえてきた。おゆきは、裸で水を浴びたように、つま先からぞっとそうけだった。 父が何か言ったらしい。けれどそれも耳に入らず、ただ凄まじい切り合いの気配に全身を縛り付けられていたが、半ば夢中でふらふらと軒先へ出て行った。晴れ上がった暖かい日差しの中で、発光のように刃がひらめいた。人影がさっと入り乱れ、鋭い強制が聞こえたと思うと、追っ手の一人が道の上に倒れ、 若い武士は霧岸の方へ身を退いた。四五人いた追っ手が今は二人になっている。しかし、若い武士の方も手傷を受けたらしく、西岸に構えた体がふらふらと揺れていた。とその時、湯沢の方からカッカッとひずめの音がして、さっき五郎吉の馬を追っていた馬上の武士が二人、何か大声にわめきながら乗りつけてくるのが見えた。 あ、いけない。思わずおゆきが心に叫ぶ。えいっと、とぅ絶叫が起こって、追っ手の一人が体ごと叩きつけるように切り込んだ。若い武士は危うくかわしたが、体をひねった刹那、右足を切り岸から踏み外したので、あっと声を上げながら、まりのように谷底へ。おゆきははっと、 両の袖で表を覆ったが、一時に体中の力が抜けて、よろよろとよろめいた。もしその時、走り出てきた九右衛門が支えてやらなかったら、お雪は気絶して倒れたに違いない。お雪、入れというのがわからぬか父様。しっかりせ、うちへ入るのだ。 九右衛門がお雪を抱えるようにして家の中へ入ろうとすると、馬上の武士二人と追っ手の者二人が足早に近寄ってきて、待て待てその娘待てと呼び止めた。お雪は振り返って、父の手から静かに身を離しながら、はい。と、臆した風もなく相手を見た。 今谷底へ落ちた若者がここへ立ち寄って何か預けたそうだな。その品を出せ。何でございますかお雪は色も変えずに言った。今のお侍様は確かにお寄りになりましたけれど、湯沢へ行く道をお尋ねなさいましたばかりで、別に何もお預かりしたようなものは。ないとは言わさぬぞ。 馬上の一人がひらりと馬を降り、無知を片手にずかずかとお雪の前へ立ちふさがった。でも、私何も黙れ。今お前は湯沢へ行く道を聞かれたと言ったな。はい。確かに湯沢への道を聞いたのか。はい。確かに。嘘だ 相手はピシッと無知で地面を打ちながら叫んだ。嘘だ。嘘の証拠を聞かせてやろうか。今の男は新城藩の家中で、この付近の地理はよく知っているのだ。何を戸惑って湯沢へ行く道などを聞くわけがある。何か預かったのであろう。 おとなしく出せばよし。隠し立てをすると。言いながらぐいとおゆきの腕をつかもうとする。その手をパッと払いながら。またれいと、九右衛門が割って出た。貴公らは、心情のご藩しと見受けるが、年少の娘を捕らえて乱暴をなさるのはもってのほかであろう。 今こそ茶店をいたしておるが、わしもかつてはお目見え以上のお扱いを受けていた。伝道九右衛門という名ぐらいはお聞き及びであろう。伝道あ、待て、鹿島。その時まで馬上にいた一人が慌てて飛び降りざま近寄ってきた。お許しください。失礼つかまつった。 陰銀に餌食し,して、いずれも存ぜぬことでござる。平にお許し願いたい。拙者は新城藩の家中にて渡部金蔵。これは鹿島源士郎と申します。実は、お家に府中を働いて脱走した者を追い詰め、その者はただいま谷底へ着落としましたが、持って逃げた大切な品が見当たらず、追っての者の申すには、 この家へお預けするのを見たとのことで、失礼をもえりみずお尋ねいたした次第でござる。不忠とは、どのような不忠をいたしたのか。して、またその品とは何でござる。それらのことはお答えがなりかねます。もし事実お預かりになったものなら、ぜひともお差し出しが願いたい。おゆき。 九右衛門は振り返って。お前、何か預かったのかはい。お雪は恐れげもなく目を上げていった。確かに、お預かりいたしました。父様のお名が出ましたからは、もう嘘は申せません。確かにお預かりいたしました。けれど。 あなた方にお渡し申すことはできませぬ。それはどうしてお武家様が私に頼むと仰せられた品です。伝道九右衛門の娘として、一度お約束をした以上は、どんなことがあってもそれを保護にすることはできませぬ。断固たる態度であった。鹿島玄四郎はぎらりと目を光らせ、 大股に一歩進みながら。失礼だが、それでは俗心の同類ともなることをご承知なのだな。お言葉が過ぎまする。おゆきはきっぱりと言った。私を俗心の同類とおっしゃる前に、あなた方がご中心であるという証拠をお見せくださいまし。その上でご挨拶をいたしましょう。 もしまたそれがご不服で力ずくでも受け取ると仰せられるなら。どうするというのだ。おゆきは身を翻して家の中へ飛び込んだが、すぐに真相の鞘を払って現れた。これは新珠のお殿様から配慮のおやり。かなわぬながらお相手をいたしますゆえ、私を切り伏せてから矢探しを遊ばせ。ね。 無礼なことを。源子郎が思わず踏み出すのを。待て、待て、鹿島。と、渡部金蔵が押しとどめた。殿よりいただいたおやりだ。無礼があってはならぬ。待て。だが、あの品を、良いから待てと言うに。押さえておいて振り返り。 今言われた、俗心でない証拠を見せろというお言葉、いかにも道理でござる。その証拠を見せたら、お渡し願えましょうな。私に合点が参りましたら、お渡し申します。では、新庄まで立ち戻り、証拠となるべきものを持参つかまつる。その間、かの品は、そういなくお預かり願いますぞ。私は、伝道の娘でございます。 じっとおゆきの目を見つめながら、渡部金蔵は大きくうなずいてきびすを返した。連れの者を促して四人は去った。九右衛門はさっきから黙って死従を見ていたが、四人の者が手追いを馬に乗せ、新城の方へ去って行くのを見すますと、静かに娘の肩へ手をかけていた。 おゆきお前は何歳になるまあ何をおっしゃいますの十五だということはご存じのくせに立派だったぞ久右衛門の目に光るものがあった何も言わぬ立派だったぞ父様 おゆきは槍を置いて、ひしときゅうえもんの胸へすがりついた。張り詰めていたればこそ、大人も及ばぬ強さを見せたけれど、その張りが緩めば、やっぱり十五の少女である。喜びとも悲しみともつかぬ、涙で濡れた頬を、おゆきは赤子のように父の胸へすりつけていた。 家の中へ入ると、九右衛門は改めて。だが、おゆき。お前、ご家中の死にあれほど逆らったのは、ただ約束を守るというだけなのか。他に何か考えがあってしたことなのか。父様。おゆきは、まだ涙に濡れている目をあげて、けれど、唇には静かな微笑を見せながらいた。 私あの若いお侍様の様子を見た時にこの方は悪いことをなすっているのではないとすぐに思いましたどうしてそれがわかる自分で悪いことをするような人は他人をも疑うのが普通でしょう。あの方は少しもお雪きを疑わず命に代えても守らなければならぬというほど大切なお品を 身も知らぬ私にお預けなさいました。自分は死んでも、この品は渡せないというご立派な態度は、もし父様がご覧になったとしても、きっと、お雪と同じようになすったと存じますわ。旧右衛門は黙って頷いた。由緒ある豪子の娘として、お雪は強さだけでなく、ものを見る正しい目も持っていた。 それでよく分かった。けれど、預けた本人が谷底へ落ちて死んでしまったとなると、その品をお前はどうするつもりなのか。やがて新庄藩の者がまた取り戻しに来ると思うが。新庄まで行ってくるには、馬で走っても明日の昼まではかかりますわ。私、その間に湯沢へ行って参ります。 おゆきは、若い武士の残した言葉を思い出しながら言った。あのお侍様は、もし妙長までに来なかったら、湯沢の柏屋にいる沖田伊兵という人のところへとおっしゃいました。追っ手が来たのでその後は伺いませんでしたけれど、そこへ届けてくれというおつもりに違いないと思いますの。もし途中で見つかったら、 いえ。裏の断崖の水汲み道を伝って、杉坂を越えれば、佐竹様のご両分です。大丈夫。見つからずに行ってこられますわ。では、早い方がいいな。いや、待て。九右衛門はきっと道の方を見合った。何ですの見張りの者がいる。お雪が驚いて振り返ると、 道を隔てた斜面の雑木林の中で木陰にさっと身を隠したものがあるのを認めた。間が遠いので話は聞こえまいが、今までこっちの様子を見張っていたらしい。お雪はそ知らぬ顔で立つと、茶釜のそばへ行って焚き木をくべながら、静かな美しい声で歌い出した。櫓峠は七曲がり。 谷間七つは底知れず、峰の茶屋まで霧が巻く。雲一つない空に、高々と月が輝いていた。渓谷を挟んだ峰々は墨絵のおぼろに似て、あるいは緩やかな、あるいは険しい線を描きつつ、 すがわだけの方へ夢のように霞んでいく。春とはいえ、夜に入ると寒気は厳しく、枯れ草や道の石ころに結んだ霜が月を浴びてキラキラと光っていた。お雪じゃやの方から猫のように足音を忍ばせて、黒い人影が峠道の折り口にある大岩の影へ戻ってきた。そこには、 覆面の武士が三人固まっていた。どうだ怪しい様子はないか何もない。娘は居間で糸車を回しながら、霊の手まり歌を歌っている。では、本当に渡部氏の来るのを待っているのかなそうとすれば、と、一人が身震いしながら言った。 こうやって霜に打たれて見張りをする必要はないぞ。いや、万一ということがある。そうだとも、渡部氏の戻ってくるまでは油断してはならぬ。そう言って彼らは岩陰へ身を寄せた。その時、彼らのいるところから二三十歩離れた枯れ草の中を、 するすると峠道の下の方へ動いていく影があった。身の丈に近いささやぶと雑草の中を、いたちのように素早く抜けていくと、一曲がり曲がった峠道の上へひょいと姿を現した。それは、ゴロ吉孫であった。ゴロ吉は道端の杉の木につないである馬に近寄って、平首を叩きながら低く、 おい兄弟、どうも変だと思ったら、おゆきさんを狙っている奴があるんだ。おいらはちょっと知らせに行くから、おめえ、ここで待っててくんな。いいか、寂しくっても声を立てるんじゃねえぞ。そう言って、五ロ吉はそばを離れた。道を越して霧岸の方へ行くと、谷へ降りる、あるかなきかの小道がある。 ゴロキチはまるで猿のように身軽く、その小道を伝ってお雪茶屋の裏手へと急いだ。茶屋の裏はすぐ切り岸で、その水汲み道はちょうどその栗屋の前へ出る。ゴロキチが様子を伺う,うと、ブーン、ブーンという糸車の静かなうなりの中に、お雪の手まり歌が聞こえていた。お雪さん おゆきさん。ごろきちは声を忍ばせて呼んだ。ごろだよ、おゆきさん。声が聞こえたのか、歌がやんで繰り合い出てくる娘の気配がした。音もなく開ける雨戸。ごろきちは待ちかねて飛び込むと。おゆきさん、大変だ。表で怪しい奴が。静かになさい。 おゆきは急いで遮りながら。それより、あたし、ごろさんの帰りを待っていたのよ。馬はどうして見張りの人たちに気づかれやしなかった。大丈夫だ。ごろきちは大きくうなずいて。変な奴がいるもんだから、馬を繋いどいて先に様子を見たのさ。そうすると、この家を狙っていることが分かったから、裏道を伝って知らせに来たんだ。 馬は大曲りの杉につないであるよ。ありがとう。よくそうしてくれたわね、五郎さん。あたし、あなたの馬を借りようと思って待っていたの。これで大切なお約束を果たすことができるわ。大切な約束って何さ後で父様に聞いてちょうだい。あたしはすぐに出かけるわ。お雪は、 若い武士の預けていった不箱を取ってくると、訳が分からずにぼんやりしているごろき吉を押しやって。それから、お願いがあるの。あたしの代わりに糸車を回して、あの手まり唄を歌っていてちょうだい。見張りの者にあたしがいると思わせるのよ。いいとも。だけど、おいら、とてもおゆきさんみたいな声じゃ歌えねえや。大丈夫よ。 五郎さんの声は私以上だわ。頼んでよ。そう言うともう、お雪は裏手へと滑るように出て行った。霧り岸の岩をえぐって作った参道である。一歩を誤っても先人の谷底へ落ちてしまう。しかし、慣れているお雪は身も軽く、五郎吉の通ってきたのを逆に難なく峠道へ出た。 明るい月光は昼のようで、うっかりすると折口の岩にいる見張りの者に発見される。おゆきは身を伏せながら、ゴロ吉の馬のつないであるところまで息も詰まる思いでたどり着いた。おゆきは肩で息をしていた。湯沢の町外れにある宿。 柏屋の奥の人まで、今、起きた伊兵と向かい合っているのだ。伊兵は、四十余りの目の鋭い武士で、言葉なまりから察すると、薩摩の人らしかった。薄暗い暗闘の光で、じっとおゆきは相手の表を見つめながら、今朝からの出来事を手短に話した。ご苦労でした。 話を聞き終わった伊兵は、鋭い目にありありと感動の色を浮かべながら、同志の者の,のために思わぬご迷惑をかけました。拙者から厚くお礼を申し上げます。つきましては、お雪は形を正して、この不箱の中には何が入っているのか、お聞かせ願いたいと存じます。 それを聞いて、どうなさる異変はピリッと眉を上げた。おゆきは臆せずに相手を見て。私は、あの方を正しいお方だと存じました。けれど、万一にもそうでないとしたら、失礼ではございますけれど、あなたにお渡し申すことはできませぬ。もし、 離さぬとしたら、このまま持って帰ります。異変はピタッと沈黙した。お雪は瞬きもせずに相手を見つめている。暗闘の油皿でじりじりと油の焼ける音が寝静まった家内に生き物のつぶやきのごとく聞こえている。よろしい。 話しましょう。伊兵はやがて言った。この中には、新城藩主、戸沢和佐之助殿の聖書が入っているのです。尊皇上位を朝廷に誓い建て祭る聖書です。新城藩は砂漠論で固まっていますが、藩主和佐之助殿は尊皇の心に熱く、密かに京へ、 この御聖書を立てまつり、忠誠の誠をお誓い申し上げるのです。まあ。お分かりになりましたか。伊兵は静かに目を上げて、砂漠派の家老たちがそれと知って、八方から邪魔をしていたのですが、ようやく同志、新島貞吉がこれを受け取る手はずをつけたのです。では。 あの方が。お預けした男が新島です。これで彼の役目は立派に果たせました。何もかも、あんたのおかげです。お礼を申します。異変は両手を膝にお辞儀をした。おゆきはほっとため息をついた。やっぱり自分の目は正しかった。良いことをしたのだ。 兄が生きているとすれば、この人たちと同じように、どこかで天使様のために働いているに違いない。そして、自分のしたことがもし耳に入ったなら、兄もきっと褒めてくれるであろう。では、これでおいとまを申します。おゆきは立ち上がった。お待ちなさい。帰るのはいいが。 もし、新城藩の者が受け取りに来たらどうなさるか。さあ、それは。この不箱がなくてはいけないでしょう。伊兵はそう言って座を滑り、うやうやしく紐を解くと、中に入っていた聖書を取り出し、その後へ手早く、義質の聖書を書いて入れた。これでよい。これを持ってお帰りなさい。 元通り紐を結んで差し出しながら。せっかくのお骨折りにもお礼をすることができません。しかし、このご恩は終生忘れませんよ。それから、取り紛れて伺わなかったが、お名前を聞かせてください。はい。伝道ゆきと申します。伝道、おゆき殿 ただいまでは茶店をいたしておりますけれど、以前は豪子で、父は九右衛門と申します。伊兵は急に、あっと低く叫んだ。そしてしばらくはお雪の表を傍然と見守っていたが、やがて驚きを沈めながら言った。もしや、あなたに兄さんが。あります。ありますわ。 おゆきも思わず膝をすり寄せた。幸太郎と申しますの五年以前行方知れずになりましたが、ご存知でございますの危険だ。兵衛はうめくように言った。知っています。知っていますとも。伝道幸太郎は、拙者の親友です。今日では今、 尊皇志士の間になくてはならぬ人物として活躍していますよ。故郷に旧右衛門という父と、おゆきという妹がいるといつか聞いたのを覚えていました。あなただったのですね。まあ、兄様が。おゆきは嬉しさに咳あげながら。そんなに立派になっていますの 倒幕の戦が始まれば一方の旗頭です。あなたのことを話したらどんなに喜ぶか。実に思いがけぬ見上げができました。私もこれで安心いたしました。おゆきはそっと涙を拭きながら言った。どうぞ、兄にお会いになりましたら。 キは父様と一緒に元気で暮らしているとお伝えくださいまし。承知しました。やがて日本の新しい時代が来るまで、あなたもお父上もどうかご無事で。異兵の目にも温かい涙が光っていた。おい、とうとう夜が明けたぞ。 ついに何事もなしか。峠道の岩陰から見張り役の三子が震えながら現れた。朝は再び櫓峠に来た。谷間は渦巻く濃霧で、向こうの峰をすっかり包んでいる。日の光はまだ届かないが、頭上の空は拭ったように晴れて、 今日もまた素晴らしい晴れだということを示している。矢倉峠は七曲がり。谷間七つは底知れず。霧の中から歌声が近づいてきた。馬を引いた五郎吉である。彼はちらと侍たちの方へあざけりの微笑をくれ、つんと鼻を突き上げながら、 峰の茶屋まで霧が巻く、と歌ってゆく。するとその時、茶店の表が開いて、お雪が晴れ晴れとした笑顔を見せながら、五六吉の後につけて歌った。女が七匹、籠七丁。あれは姫様お国入り。二人の声はまるで外貨のように。